どうぞ。池谷先生、本日もお願いいたします。はい、お願いします。 YouTube チャンネル登録者様からのご質問です。はい。最近よくファスティングとか断食道場とか流行ってますけど、あれって効果ありますか？本当にダイエット効果とか美容効果ありますか？健康にいいですか？動画で詳しく解説していただけたら嬉しいです、とのことです。はい、わかりました。まあ、ファスティングとか断食に関するご質問なんですけれど、まあ、まず結論から、お話ししようと思うんですが、ダイエット効果に関してはまあありますよね。まあ、普通に考えて絶食する期間とか非常に小食になる期間があるわけなので、摂取カロリーが少ないので、まあ、それによって体脂肪は減っていくでしょう。なので体脂肪を落とすとか体重を落とすという効果はあります。ただダイエットって、まあ、他にもいろんな方法があるし、ファスティングってダイエットに関してはメリットもあればデメリットの部分もあるんで、僕はね、ダイエットでファスティングするっていうのは僕個人の考えとしては、おすすめはしないですね。特別おすすめはしない。僕自身もファスティングでダイエットしようとは思わないです。あとは美容とか、健康に関することですよね。美容と健康にもまあいろんな基礎研究とかで、効果があるとは言われております。で、実際ファスティングやって体調が良くなったっていう話をする人って、まあ、います。まあ、でもその逆に体調悪くなったっていう人の話も聞きます。あと肌の張りが出たとか美肌になったっていう人もいれば、肌がボロボロになったっていう人もいます。なので美容とか健康に関してもプラスの部分もあればマイナスの部分もあると僕は考えているので、やっぱりこれも特別僕はおすすめはしないし、僕自身もやろうとは思わないですが、美容と健康に関してはね、まだ未知数の部分があるんで、本当にこれを続けることによって健康にいいのか悪いのか、美容にいいのか悪いのかは正直なところ、まあ、分からないっていうのが本音ですね。で、いかにそれぞれ その理由を説明していこうと思うんですが、まずファスティングってどういうものかっていうのを簡単に説明させてもらおうと思いますが、ファスティングもいろんなファスティングがあって、まあプチ断食って言われてるのは、まあ1日16時間何も食べない時間を作りましょうって、でそれ以外の時は普通に食事しましょうって言って、まあ1日1食とか2食とかになるわけですね。まあ絶食の時間が16時間ある、そういうプチ断食っていうのもあれば、あるいは丸1日何も食べないようにしましょうとか、あるいは3日間とか7日間とか、場合によっては2週間以上とか絶食の期間を作ったり、あるいは完全に絶食じゃなくて、なんかその断食道場とかが発売してる酵素ドリンクっていうものとか、酵素ドリンクに関しても後で説明するんですけれど、あとは野菜ジュースとか果物ジュースとかは飲んでいいですよとか、まあいろんなタイプのファスティングっていうものがあるわけです。で、そのファスティングを推奨している人たちが、まあ、ファスティングとはこういうメリットがありますよって、言ってるのは、まず、食を断つことによって、まあ、普段の食事から得られている悪いものが入ってこなくなりますよと。まあ、例えば糖分ですよね。まあ炭水化物をたくさん食べる人が日本人多いので、それによってね、血糖値が乱高下したり、脳がその血糖によって支配されている、だからイライラしやすくなるとか、そういうのがあると。あるいはやっぱり塩分の多い食事が多いので、塩分を入れないことによって味覚が正常に戻りますよとか、濃い味が異常に感じますよと、薄い味でも美味しく感じますよとか、そういうこととか、あるいは、まあ、カフェインによる支配もリセットされますよとか、あるいはまあ食物に、食事に含まれる有害な物質ですよね、まあ、添加物とか合成着色料とか残留農薬とか、そういう有害なものが入ってこなくなるので、まあ、体がリセットされてリフレッシュしますよとか、そういうことを言いますね。
あとは医学的な根拠だと、まあ、断食をすることによって一定期間飢餓状態になるわけですね。で、飢餓状態になるとサーチュイン遺伝子っていうのが体の中で発現して、でサーチュイン遺伝子っていうのは、まあ、抗老化因子とか長寿遺伝子とも呼ばれていまして、まあ、サーチュイン遺伝子が発現すると体の治癒能力が上がるんですね。でそれは、まあ、基礎研究でいろいろされていて、まあ、線虫とか小錠バエとかあるいはマウスを使った動物実験とかで、まあ、認められておりまして、まあ、それを考えるとアルツハイマー病とか筋萎縮性側索硬化症とか動脈硬化心不全2型糖尿病などの、まあ、予防になりますよとか、まあ、そういう基礎研究があるのは確かなので、まあ、そういうことを、歌っているというのもあります。あとは、オートファジー機能が働くと、そういうことも言います。オートファジーっていうのは細胞の自食作用っていうんですけれど、これはね、2016年に大隅義則先生がオートファジーの研究でノーベル生理医学賞を取っています。で、オートファジーっていうのは、まあ、細胞内の異常なタンパク質の蓄積を防ぐとか、あるいはタンパク質のリサイクルを行うとか、あるいはタンパク質、すみません、細胞質内に侵入した病原微生物を排除するとか、まあ、そういうことによって免疫力が上がりますよとか治癒能力が上がりますよと、歌っていますね。まあ、飢餓状態になるとオートファジー機能が細胞に働くようになりますよと、まあ、そういう機能によって、まあ、病気になりにくくなるとか、そういうことを歌ってるわけで、あとはファスティングでよく歌われてるのは、胃が小さくなりますよと、一定期間断食することによって胃が小さくなって、で断食を終えた後でもあんまり食べなくても満腹になりますよと、だから太りませんよって言うとか、あるいはね、消化管とかの内臓を休ませますよと、それはね、ちょっとね、疑問が残るんですけれど、胃とか腸を、一定期間休ませることがそんなに重要なのかっていうのはちょっとね、医学的にも疑問が残るところなんですけれど、まあそういうことを言ってますよと。あとは、まあ、デトックス効果で美肌になりますよ、健康になりますよって言いますね。まあ、デトックス効果っていうのは、まあ、さっき話した、まあ、サーチュイン遺伝子とかオートファジーによって、まあ細胞内のリサイクル機能とか病原微生物を排除するとか治癒能力が上がるとか、まあ、そういうことを言ってるんだと思いますね。あとは、メンタルの改善、リラックス効果がありますよってよく言います。まあ、それはおそらく、まあ、血糖とかカフェインによって支配されていた脳が解放されることによってスッキリするとか、そういうのもあると思うし、あとはケトン体が、できることによって、まあ、頭がスッキリしますよと、まあ、ケトン体っていうのは絶食することによって、まあ、糖質が入ってこなくなるので、まあ、体脂肪を分解してケトン体っていうエネルギーを作って、でブドウ糖が体の中に入ってこなくなると、まあ、ケトン体を作ってケトン体が脳のエネルギーとして使われるようになりますよと、まあ、それによって頭がすっきりしますよと、そういうことを歌ってます。まあ、これは糖質制限をした時と同じ原理ですね。糖質制限をした時でも、まあ、食べた脂肪がケトン体になってそれがエネルギー源に使われますよと、まあ、それによって頭がすっきりしますよっていう人はいますよね。でも逆にケトン体が増えたことによって、その糖質制限とかでケトン体が増えたことによって、まあ、前の方が頭がしっかりよく回るとか、そういうことを言う人もいますので、個人差はあると思いますね。まあ、ということをファスティングを推奨している人は歌ってるわけですね。で、一方ファスティングにはやっぱりデメリットもあるわけです。やっぱり飢餓状態が続くので、当然体はカタボリックな状態になります。それによって体のタンパク質は必ず分解されていきます。
タンパク質が分解されるっていうことはもちろん筋肉が分解されてしまいます。で、筋肉が痩せ細っていきます。あるいはお肌とかのタンパク質、まあ、コラーゲンとかも分解されて、まあ、肌の張りはなくなっていくでしょうと、そういうことは考えられます。あとは当然筋肉が分解されることによって筋肉量が減って、まあ、基礎代謝も落ちて、まあ、それによってはまあ普通に考えれば太りやすい体質になっていってしまうわけですね。あとは絶食することによって腸内細菌の餌までなくなってしまって、腸内細菌のバランスが悪くなるっていうことが考えられますね。で、腸内細菌っていうのは結構血糖をコントロール物質、コントロールする物質なども出しているので、腸内細菌のバランスが悪くなると、まあ、体糖の異常が起きて、まあ、血糖値が下がりにくくなるとか、あの血糖のコントロールが悪くなるっていうのが考えられます。はい。あとは当然飢餓状態があるので、まあ体は体脂肪を溜め込みやすい体質になっていきますよね。お相撲さんが、まあ、昔1日2食 でその間飢餓状態があったので、まあ脂肪を溜め込んで太りやすくなったと、それと同じ理屈で、まあ太りやすい体質になるっていうのは考えられます。はい。あとはですね、やっぱりファスティングもね、体質によって合う合わないっていうのはすごくあると思います。まあ、例えば糖質制限をずっと続ける人っているじゃないですか。一定期間糖質制限ダイエットするんじゃなくて、ずっと糖質制限続ける人、それが体にいいっていうお医者さんもいるので、糖質制限をずっと続けることによって寿命が伸びる人もいれば寿命が縮まる人もいるわけですよ。寿命が伸びる人はやっぱり糖尿病の遺伝子を持っている、糖尿病体質の人、まあ、糖尿病の家族歴がある人と、そういう人なんかは糖質制限することによって、まあ、糖質を取らない分インシュリンは出ないので糖尿病の予防にはなるので、まあ、普通に食事してたら糖尿病になる人が糖尿病にならないだったら、やっぱり糖尿病の合併症で寿命が縮まるっていうのはなくなるわけですよね。でもずっと糖質制限を続けてると、やっぱり摂取する脂肪の量がものすごく増えるので、脂肪摂取による害っていうのが出ますよね。あの例えば大腸がんになりやすいリスクとか乳がんになりやすいリスクとかは当然上がっていくわけなので、糖質制限を続けることでも合う人合わない人っているわけで、やっぱりファスティングも合う人合わない人っているはずなんですよね。なのでそのどんな病気でもどんな健康方法でも合う人合わない人っているんです。タバコを毎日バンバン吸ってても肺がんにならない人もいれば、タバコ吸わなくても肺がんとか咽頭がんとか喉頭がんになる人だっているわけだし、同じ食事してても糖尿病になる人もいれば糖尿病にならない人もいるし、やっぱりファスティングも合う合わない人がいるので、ファスティングを続けることによって、定期的に続けることによって寿命が伸びる人、健康になる人もいれば、逆に体に合わなくて寿命が縮まるとか不健康になる人だって当然いるはずなんですよね。朝ごはんだって、朝ごはん食べて調子良くなる人もいれば、朝ごはん食べることによって調子悪くなる人だっているわけですよ。胃腸の朝の働きが悪い人なんかは朝朝食食べることによってかえって体調悪くなる人っていますんでね。ということがね、デメリットとして考えられるわけです。あとはファスティングも真面目に研究しているお医者さんもいて、真面目にその健康増進のために断食道場を経営している人っているんですけど、それとは逆で、もうお金儲けのためだけにインチキ臭いファスティング道場をやっている人、ファスティングでお金儲けをしている人もいるんですよ。で、例を挙げると、まずファスティング期間中にその道場とかが作ってる酵素ドリンクを売って酵素ドリンクを飲ませるっていうところよくあります。ただね、酵素ドリンクっていうもの自体がね、まあほぼインチキですよね。これ酵素って体内にあっていろんな作用をするもので、まあタンパク質で主に出てできてるんですけれど、そもそも酵素ドリンクっていう食品を作る時点で熱処理を加えるので、
タンパク質がそれで、活性を失う、酵素の活性を失ってしまうんですよ、大部分が。あと仮に酵素が残ってたとしてもそれを飲んだら胃腸で分解されるんです、アミノ酸に。なので酵素ドリンクで酵素を取ってそれがね、そのまま体内に酵素として入って酵素として働くって普通に考えてありえないことなんですよ。っていうことが最近言われ始めて、酵素ドリンクはインチキだっていうふうに言われるようになってきたんですね。そうしたらですね、酵素ドリンクを売っているファスティングのそのを推奨しているそのあれですよ、管理栄養士とか整体師の人、管理栄養士とか整体師の人がみんな悪いわけじゃないんだけど、管理栄養士とか整体師の人でファスティングを推奨してお金儲けしている人が多いんですけれど、そういう人たちはね、こう言うんですよ。酵素ドリンクってそもそも酵素が入ってたわけじゃないんですよって。体内の酵素を活性化させるためのビタミンとかミネラルが入ってたんですよ、紛らわしい名前ですねとかね、最近ね手のひらくるってね、なんか全然今までと逆のことを言うようになってきてるんですよね。まあそもそも酵素ドリンクを売りつけてファスティングを推奨する人たちは、まあ信用できないですね。自分たちにとっていいことしか言わないから、メリットしか言わないです。あとはね、インチキ臭いのは腸の壁にびっしり張り付いている宿便を剥がす、宿便剥がししますよって言うんですけど、それもねインチキですね。まあ、そもそも宿便っていう言葉はあるんです。宿便っていうのは医学用語でもあって、医学でいう宿便っていうのは、まあ、普通に便秘の人が大腸に溜まってる滞留便、まあ、それを宿便って言うんですけれど、ファスティングで宿便宿便っていう人たちの話って、腸の壁にびっしりとね宿便っていう便がついてますよって、悪い便がついてますんで、ファスティングするとその宿便が剥がれて一気に出ますよって言うんですよね。で実際ファスティング道場で数日間断食して、でその断食期間が終わると、まあ、おもゆとかおかゆとかちょっと取るんですよね。そうすると、まあ、ドーッと黒いドロドロの宿便が出るって言うんですよ。で確かに黒いドロドロの便は出るんですけれど、それってその人たちが言ってるような宿便とかいうもんじゃなくて、黒い色は、まあ、胆のから出た胆汁の色なんですね。でそれ以外の内容物は腸の粘膜の細胞が剥がれ落ちて、まあ、腸の粘膜も新陳代謝してますので、あとは腸内細菌の死骸と、まあ、腸内細菌の死骸と腸の粘膜の細胞が単純でドロドロになって、それがダーッと出ますよと。ただそれだけのものなんですよ。それはもう医学的にも証明されてて、断食で出てくる宿便というのはどういうものかっていうのを研究したあの論文もあるわけですよね。で結局一定期間断食すると、食べ物が入ってこないんで、まあ、胆のの中の胆汁はねもう膨らんで溜まってくるわけですね。でその後食事取ると、腸が動いて胆汁も分泌されて、あとは腸の中の固形物もそんなにないので、まあ、腸内細菌と腸の粘膜の細胞が一気にダーッと黒いドロドロの便として出ますよって、ただそれだけなんですね。で腸の壁に宿便がついてるなんていうのも医学的には証明されてなくて、腸も粘液が出てるし常に粘膜が入れ替わってね新陳代謝してるので、腸の壁にびっしりと便が張り付いてそれがずっと残るなんてありえない話なんですね。それはその湾曲してる部分の一部分にあのなかなか通らない便がちょこっとついてるとかそういうのもあるんですけど、腸の壁にびっしりね黒い便がつくなんてね、もう医学的にもありえないんですよ。なので宿便がどうこうっていうファスティングの推奨者もやっぱりインチキ臭くて信用できないんですね。あとひどいのはファスティングすることによってがんが治りますよとか、あとアトピーとか喘息とか心臓病とかアレルギーとかどんな病気でも治りますよっていうね、とんでもないことを言うそのジャーナリストとかもいるわけですね。そりゃ中にはファスティングしたことによってアトピーとか喘息とかねちょっと症状が改善したっていう人もね中には体質的にいるかもわからないけれど、
ファスティングすればこういう病気に治りますよってね、断言する人がいるんですよね。まあ、そういう人もね、インチキ臭いので、そういう人の話はもう聞かない方がいいですね。まあ、そういった理由もあって、僕は特別ファスティングやることはお勧めしないです。で、特にダイエットするのにファスティングする必要って全然ないと思うんですね。で、そもそも今そのフィットネス大国って言われてるアメリカでどういう食事取るのが一番ダイエットにいいかっていうと、まあほとんどの人たちは1日5食とか6食取るのがいいですよって言うんですよ。のフィットネスを盛んにやっている勉強したする人たちが言うことには、まあやっぱり1日5食とか6食に分けて必要な食事量を取る方がまあ太りにくいですよ、まあ、それが主流になってるわけですよね。で、飢餓状態の時間がないからタンパク質も分解されなくて筋肉を維持することができるし、筋肉がカタブリックで痩せ細ることもないので、まあ1日5食から6食ぐらいが、まあ、健康的にダイエットするのでは一番いいですよというのがもう主流になってて、それってファスティングと本当に相反することですよね。1日5食6食がいいっていうのに絶食した方がいいですよっていうのは全く真逆のことになってるわけですね。あとは最近の研究だと痩せてるよりもちょっと小太りなぐらいの方が長生きする健康的だっていうデータもあるわけですね。それはある程度皮下脂肪がたくさんついている方が免疫の予備能力があって、まあ、がんになりにくいですよと、まあ、そういう、研究結果もあるわけです。ただやっぱり太っていることによって脂肪の量が多いと血管性の病変になりやすいっていうリスクもありますんで、まあこれは今後ね追っていく必要があると思います。太っている方がいいのか痩せてる方がいいのかっていうのは、でもちろんこれもね体質によるものがあるので一概には言えないことだと思います。あとは筋肉系の YouTuber の人ってほとんどの人がファスティングを全否定するんですよね。まあ、名前出しちゃいますけれど北島先生とか山本義則先生とかってファスティングのことを語るときに、まあ、もうほとんどの部分をね否定するんですよね。でそれはねある意味正しいと思います。筋肉系の方って、まあ、ボディービルダーの方なんだけれど、いかに筋肉を残して体脂肪を落としてかっこいい体にするのかっていうのを目指しているので、ダイエットして体脂肪を落として筋肉を残すっていう点ではやっぱりファスティングって良くないです。絶食期間が長いのでやっぱりカタボリックになるので筋肉系の方は否定して